ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことって。あ、株が枯れてしまっている。ちょ、今回ね、久々のログインになってしまってけんね。くっそ、まさかの。ちょ、待って。手紙。ハッピールームより?読みます。ちょ、待って、読みますってば。え、違う。はい、読みます。アイノさんのお部屋253ポイント、ハッピーモデルルーム。今月のテーマは、風水が優れたお部屋、ハッピールームアカデミーより。何、何の話してるの?なんか後ろでめっちゃルンルンになってない?ちょ、戻りたい。はい。お。閉じる。ねえ、何やってんの?みんな超楽しそうだけど。バヤシコフ。あれ?あゆな?もしかして久しぶり?え?一週間も会ってないの?ここんとこ忙しかったけど、時間過ぎんの早すぎだ。なんちて。だるまーん。おいな。なんでおめえ、元気にしてたか?なんちて。最近姿が見えないから、みんな好き勝手に噂して手に負えなかったぜ。幻のハトムギ茶を求めて海を渡ったとか、ハトムギ茶って幻やっけ。ウニのパスタ作りで山にこもってるとかな。ウニなのに山。早く顔見せて誤解解いた方がいいんじゃねえか?なんちて。口癖が映っている。てか誰かさ、あれ?もう一人誰か歩きよったよね。そしてなんかさっきピコーンと。お、いたいた。たまつー。ほっ。わー、いなちゃん、久しぶり。ひょ。最後に君とおしゃべりした日にチョコサンデーを食べたから、一週間ぶりの再会だ。ひょ。えへへ。ってことは、そろそろチョコサンデーの食べ時だね。私で測らないでください、そういうの。待って、鳥が。違う、ちょっとしまって、釣り竿。緊急告知、今日はとっても珍しい白いピアノが入荷したんだなもん。ご来店を待ってるだもん。たぬき商店。え、あんなちっこいお店に白いピアノとか入荷したのマジで?めっちゃ珍しいんやねん。てかちょっと待って、住人同士めっちゃ話しよらん?そして、矢印が出てこない。どこ行った?あ。はい、閉じます。ねえ、みんなさっきからめっちゃ話しよるけどさ、私が見るときには全然話してくれんのよね。辛いんですけど、私の目の前でも話してくれないかしら。あ、てかちょっと待って。さっきおったね。さっき多分家おったやろ、これ。明かりが、ちょ待って、通り過ぎ。明かりがついてるから、ミランダ。お。どうも。あら、アイナちゃん。久しぶりね、何さ。ここのとこ見なかったけど、何かあったの?何があったのかはわからないけど、元気そうで安心したわ。そう言ってくれるとね。でか、テーブルと椅子離れすぎじゃね?めっちゃ離れすぎじゃね?そんなに話しておくんならね、セットな意味がないんじゃないかと。ちゃんとあれ、テーマセットやったやろ?あ、なんかこの間コメントで見たんやけどさ、あの、この看板の位置に、動物たちの家が建つらしくって、タヌキテロはないんだね。町盛りには。あ、どうも。もうあれだね。ちゃんと整ったんだね、家。銭湯やん。おっすー。なんかしばらくだな、アイナ。お前の顔っていつも見てると飽きるけど、たまにすげえ気になるんだ。なんていうか、スルメみたいなやつだよな。噛めば噛むほど味が出ると。っていうかさ、
統一感ありそうな感じで、この機械だけ統一感がないのは一体どういう何の機械ですか、あれ。そしてもう一人さ、引っ越してきていたはずなんだけれど、どちらにいらっしゃるかしら？いないのか？もしや、いないのか？今日は訪ねてきてる人はいないの？この村に。門番さんに聞こう。よいしょ。こっちの人だったかな？はい。私に何かご用でしょうか？変わったことは？はい。どれくらい前か忘れてしまいましたが、かの有名な画家の誠一さんによく似た方がここを通ったような気がします。多分。お、誠一さんおる？マジで？ちょ、見に行きたい。じゃ、誠一さんにご挨拶しておこう、ご挨拶。あー！ちょ、まさかの落とし穴。くそ。誠一さん、誠一さん。どの辺にいらっしゃるのかしら。誠一さん。え、町盛りにもさ、あれな？夢見の館とか別にないよね。町行ったけどなかったよね。誠一さんは、どういう役割でいらっしゃるの？別に特に何もなく。マイデザ関係ではあるんかな、ちゃんと。いまいち、わかっていないのだけれど。あ、エレフィン、どうも。違う違う。やほー。あれ？声がかけられない。どうも。あら、アイナちゃん？久しぶりね。ルン。ここのとこ見かけなかったけど、何かあったの？何があったのかは分からないけど、元気そうで安心したわ。特に何もないよ。大丈夫だよ、エレフィン。てか、マジで誠一さんいないんだけど。どの辺にいるとかまで教えろよ。難しい。それは難しいか。ね、全然おらんね、誠一さん。あ、どうも。アデレード、どうも。殴ろうとしてしまったけど。あ、アイナさん。すいません。今ちょっと取り込み中で。実はうちの鍵をなくしてしまったみたいなんです。マジで？遠くには行ってないんで、村のどっかにはあるはずなんですが、どうしても見つからなくて。アイナさん、もし鍵を見つけたら教えてくださいね。とっても。鍵？鍵の落とし物？それも、あれなんか、依頼なんか。葉っぱみたいな形で、普通に道具として落ちてるってことかな。なんか今の魚でかくなかった？ちょ、気になったんですけど。釣る？釣っちゃいます、はい。あ、これもうちょっと。ちょっと待ってね。この辺か？いや、逆向いたぞ。こっち。ちょっと待って。マジでさ、あれじゃない？飛び盛りに比べてさ、虫も魚もスピードが速いんですが。さあ、来いよ、来いよ。はい。来い。はい。お？待って、左の方向から、サメが。鈴木を釣り上げた、またお前か。ちょ、待って、鈴木よりもさ。鈴木よりもさ。この辺か？角度。来いよ。今回はサメかな？またマンボウ？来い。早いな、続くの。はぁ、来たー！おー、サメや。シュモクザメを釣り上げた。ハンマーみたいな頭だ。シュモクザメ。ハンマーヘッドシャークと、ん？ハンマーヘッドシャークのことかな。シモクザメ、シモクザメ、やったー。え、なんか、ひょいひょいとサメを釣り上げていくぞ、私。で、私、誠一さん探しよってんやったっけな。
めっちゃ忘れる。落とし物も全然ないし、鍵がどうこうとアデレードに言われたけれど、もしかして落とし物として届いてるな、普通に。そういうことじゃない？あー、誠一さんじゃない、こら！おったー、家の近くに。まさかの、どうも。は、腹が減ったでごわす。なんか食いたいでごわす。は、腹が減りすぎて切なくて、キューンとなって。もう限界でごわす。なんでもいいから、食べるものが欲しいでごわす。食べるもの持ってたかな、私。魚でもいいの？本当はフルーツとかがいいんかなーって思うんやけどさ。ちょっと待って。あの、魚で大丈夫ですか？どう？食べれる？くぅー、ありがたいでごわす。食べ物でごわす。あ、食べるんやね、ちゃんと。早速、いただくでごわす。ごっつあんでーす。おー、魚政さん並みの感じで。がー、食ったでごわす。もう大満足でごわす。感謝の印に自慢の絵を一枚差し上げたいでごわすが、今持っているのを一つ消さなきゃならないでごわす。それでも受け取ってくれるでごわすか？じゃあ、喜んで。じゃあ、どこにしまうでごわす？要はこれ一番最初のやつってことよね。じゃあ別にこの辺の、無地の布とか。横線路をいい人に受け取ってもらえてよかったでごわす。はあ、幸せいっぱい。おいらも満足でごわす。横線路？それは一体どこに入ってるんだい？これ？何これ、右上の。これ何？あ、セーブ、あ、そこからセーブできるのか。虫、魚、マイデザイン。これ？マイデザイン。違う。マイデザイン。あ、横線路。なるほど、これや。これを敷けるようになったってことやね。ほえー。ほえー。なるほど。これは、誰かが書いたマイデザインなん？それとも、この街盛りでは普通に、誠一さんがランダムでいろんな、なんだ？マイデザインを持ち歩いとって、それがもらえるとかそういうことなんかな？ちょっとよくわからんけど、まあ、そういうことにしとこう。そういうことにしとこう。ちょっと待って、寄贈に行きたいんだけど、私上やったかな？博物館。とりあえず私は寄贈しに行こうと思います。やっぱバシバシ、珍しいのが釣れたりすると嬉しいね。起きて、ふうたくん。ぐご。は。わ、申し訳ない。私、夜型のもので、昼間はどうも眠たくて。愛の博物館へようこそいらっしゃいました。あ、私にご用ですか？お手伝いできることがあれば、何なりとおっしゃってください。寄贈します。ほほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。ってことで、シュモクザメを。はい、寄贈します。多分高くなるんだろうなって思いつつ。ほう、シュモクザメですか。シュモクザメは別名ハンマーヘッドシャークと呼ばれていてですね。あ、やっぱり？金槌みたいな部分は泳ぐためのレーダーの役割をしてるとか。サメのくせにちょっと間抜けた顔なので、ちびっこにも大人気です。ま、それはさておき、どうもありがとうございました。大切に飼育いたしますので、ご安心ください。ところで他にも何かお持ちくださったのでしょうか？いや、他はもうないよ。ご協力ありがとうございました。またよろしくお願いしますです。ほいほい。誰かお客さん来てないかな？誰も来てねえな。このカフェにお客さんは私しか来ないのかい？もう寝てる。はえー。めっちゃはえー。さあ、それじゃあ、たぬき商店でいろいろと売り飛ばして。よいしょいらっしゃいませ。今日は目玉商品が入荷してるだなもん。すごい不釣り合いだな、この店に。
はいはい、どんなご用だなも？売りたいの。何を売りたいんだも？とりあえず、よくある赤ベッドはいらんかな。まあ、機関とかも処分しとこう。着陸船、すすけたシューターもいらんか。で、便箋とか落とし穴の種とかも拾ったやつやけん、とりあえず。引き払おう。で、これだけかな？あ、そっか、鈴木あげたんやったっけ、そういえば。忘れてた。それなら全部まとめて437ベルで買い取るんだもん。安っ。まあでもね、持ち物欄の整理。前であり、他にも何か用があるんだもん？ないです。もういいや。あれ。もういいや。そうなのね。ご用があったらまた声をかけてらなも。オッケー、オッケー。ありがとうございました。またのご来店お待ちしてるだろうもん。この頃にはまだ、弟子のマムキチ、ツブキチたちはいないのね。タヌキチ一人なのね。ってことで、飛び森から登場するってこと？かな。ちょ、待って、どこから降りるんだ、これ。あ、こっちか。合ってるか。今日は聖一さんに会って、横向きの線路やったっけ？あれがもらえたという収穫が。今後もちょっといろいろ、いろいろね、いろんなお客さんと話してみたい。誰がやってくるだろうか、この村に。ほ。じゃ、こっち向いて、こっち。はい。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でも夢見の館とかがなくって聖一さんが現れてっていうことは今後ももしかして毎回毎回食べ物を恵むたびにマイデザをくれるとかそういう感じの登場の仕方なんかな聖一さん。Ha ha ha.